ヨルマーカルロス・ハビアー・サンチェスは、ベネズエラのアラグア州マラカイ出身のプロ野球選手。ウト・リョーダ。MLB のアトランタ・ブレーブス参加所属。愛称は、エルデル・ピノーナル。シカゴ・ホワイトソックス時代2009年5月6日に、アマチュアフリーエージェントで、シカゴ・ホワイトソックスと契約して、プロ入り。契約後、参加のルーキー級、ドミニカン・サマーリーグ・ホワイトソックスで、 プロデビュー、22試合に出場して打率、156だった。2010年もルーキー級、ドミニカンサマーリーグホワイトソックスでプレーし、52試合に出場して打率、269、1本塁打、18打点、7盗塁を記録した。2011年はまずアパラチアンリーグのルーキー級、ブリストルホワイトソックスで5試合に出場し、6月に、 A 級カナポリス・インティミテーターズへ昇格。63試合に出場して打率。288、1本塁打、27打点、7盗塁を記録した。2012年はまず A 級ウィンストン・セイダッシュでプレーし、92試合に出場して打率。315、1本塁打、42打点、19盗塁と活躍。7月に A 級バーミングハム・バロンズへ昇格し、 30試合に出場。打率370、13打点、7盗塁と結果を残し、8月にトリプル A 級シャーロットナイツへ昇格した。トリプル A 級シャーロットでは11試合に出場して、打率256の成績を残した。7月にはフューチャーズゲームに選出された。2013年はトリプル A 級シャーロットでプレーし、 112試合に出場して打率24128打点16盗塁を記録した。オフの11月20日にホワイトソックスとメジャー契約を結び40人ワーク入りを果たした。2014年はトリプル A 級シャーロットで開幕を迎え89試合に出場。打率2915本塁打42打点。 12盗塁と結果を残し、7月13日にメジャーへ昇格。同日のクリーブランド・インディアンス戦でメジャーデビュー。2番、遊撃手で先発起用されたが、5打数無アンダーに三振に終わった。この年メジャーでは28試合に出場して打率。255打点、1盗塁を記録した。2015年は2類種のレギュラーに抜擢され、120試合に、 出場した。打率22、229,5本塁打、31打点と打撃に課題を残した。一方、二塁の守備では講師を発揮し、5失策で、守備率、990 DR、DRS プラス6という安定した成績だった。2016年は出番が減少し、53試合の出場で打率20、208,4本塁打、21打点に止まった。 2017年シーズンにより登録名をカルロス・サンチェスからヨルマー・サンチェスに変更した。2018年は本格的に三塁手へコンバートされ、自身最多の155試合に出場した。2019年からは再び二塁へコンバートされ、デフプラス7.0、ザープラス4.9、DRS プラス11とリーグトップの指標を記録し、自身初となる。 ゴールドグラブ賞を2類種として受賞した。オフの12月2日にノンテンダー FA となった。2020年1月31日にサンフランシスコジャイアンツとマイナー契約を結び、スプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。8月21日に自由契約となった。その後、8月25日に前年まで所属したホワイトソックスとマイナー契約を結んだ。 8月31日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。9月25日のシカゴカブス戦で0から9と大量リードを許した9回をもてにメジャー初登板。先頭のウィルソン・コントレラスに本塁打、本来右打者ながら左打席に入ったハビア・アバイズに二塁打を浴びたが、その他の打者は打ち取り1回1失点だった。2020年10月30日に ウェーバー工事を経て、ボルチモアオリオールズへ移籍した。2021年3月27日に、アダムプルトコの加入に伴って、リーフとなり、30日に自由契約となった。その翌日の3月31日に、アトランタブレイブスとマイナー契約を結んだ。ありがとうございます。